スタートしました。10頭ほぼ揃いました。まず間からシルクフェイマスがいいスタート、外から押してタップダンスシチーが行きます。タップダンスシチーがまず行きました。そして2番手にはセーフティーエンペラー、内からゴールドメーカーとシルクフェイマスが行きました。その後後位グループには新玉インディー、内からアドマイヤグルーヴ、並んだハスラーです。あとは後方3頭はビータローザ、ステルインラブ、最後方は3馬身4馬身と離れまして7番のマーベラスダンスが最後方です。これから1コーナーカーブに向かっていきます。10番のタップダンスシチーが先頭です。タップダンスシチー先頭で1コーナーカーブに入っていきました。まずはタップダンスシチーが逃げ足を伸ばしました。リードを1馬身そして2馬身と広げていきます。2番手セフティーエンペラ、3番手シルクフェイマスです。4番手の位置には新玉インディー、5番手の位置に1番のアドマイヤグルーヴが追走して、あとは中段固まります。外からハスラーとビータローザ、その後内からゴールドメーカーと並んでいきましたステルインラブ、あとは2馬身3馬身開きまして7番のマーベラスダンスが最後方です。先頭はタップダンスシチー、リードを取りまして 1000m は61秒ぐらいのペースです。2番手にはセーフティーエンペラ、3番手シルクフェイマス、あとは4番手の位置には新玉インディー、間からビータローザ中段、外からハスラ、ハスラちょっと後退加減です。ハスラ下がっていきました。その後は新玉インディーの後ビータローザと内1番のアドマイヤグルーヴ、その後ステルインラブ、ゴールドメーカー、マーベラスナス最後方、どうやら8番のハスラー競争中止そうです。前は 3,4 コーナー中間に入ってタップダンスシチーリードを広げて2馬身です。2番手にはセーフティーエンペラ、シルクフェイマスが3番手、そしてアドマイヤグルーヴが3番手に外に並んでいきました。外から追い込んでくるステルインラブだ。さあ4コーナーから直線コースに入ります。タップダンスシチー先頭、リードを2馬身キープ、そしてアドマイヤグルーヴが差を詰めてくる。間からシルクフェイマスだ。そして追い込んでくるのはステルインラブ、ビータローザも追い込んでくる。タップダンスシチー先頭、そして1番のアドマイヤグルーヴ、シルクフェイマス、ビータローザ、ビータローザ足を伸ばしてきた。先頭はタップダンスシチー、3馬身のリード。2番手はビータローザが先頭、タップダンスシチー降臨、鮮やか3連覇。